長崎市東山出町にああるる私立中高一貫校であるフランス系カトリックのマリア会が運営するミッションスクールである2017年に創立125周年を迎えたマリア会から派遣されたフランス人宣教師が1892年に創立したマリア会は健全な男子の育成を目標に各国で学校を設立しているカトリックの 教育修道会で改正も初期はフランス人神父が校長を務めたが、1938年以降は日本人が校長を務める。本校の中央観光者は姉妹校行政学園の卒業生で、早稲田大学の建築学科教授であった吉坂高正が設計した。吉坂はフランスの建築家ルコルビュジエの下で勤務経験があり、 フランスで技術を学び帰国した後に、初の本格的建造物として設計した。ヨーロッパ風の外観、螺旋階段、広い最高窓や、斜面の立地条件を利用して、各フロアから屋外へ出られる構造など、特徴的な様式が多く、建築学科の教材として用いられたが、老朽化で取り壊して2017年に新校舎を建てた。創立以来男子校であったが、 他のマリア会計学校の8割教が教学で、聖書は男女を差別していないことなどを鑑みて、1994年から教学の試みを始め、2004年に学校長の主導で本格的に教学を推進し、2006年にステラ・マリスコースを開設して完全に教学となる。ステラは星、マリスは海のラテン語である。ありがとうございます。